金忠しくんは、作家。元慶応義塾大学大学院政策、メディア研究家特任准教授。韓国生まれ。日本に、国費留学。米インディアナ大学博士家庭単位取得大学。中央大学博士号取得。2004年より、慶応義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合、研究機構助教授。2009年から2013年まで。 同大学大学院政策、メディア研究家特任准教授を務めた。他にも、ドイツ連邦防衛大学博士研究員、A オックスフォード大学客員上席研究員、米ハーバード大学インターネット社会研究所客員、研究員、フジテレビ、BS プライムニュースブレインキャスター、韓国ネイバー社シモニーグリーの利用環境向上委員会メンバー等を、歴任した。 2012年5月に発刊した著者、こびない人生の経歴詐称について、慶応義塾大学では2012年6月6日に、調査委員会を発足、金本人にヒアリング行った。その結果、大学の職位表記において、特任の省略、海外職歴においては、ハーバード大学客員教授、オックスフォード大学上席研究員と表記するのは、 社会通念的に不適切であるとして、7月17日に金に文書による厳重注意が行われた。ハーバード大学ビジティングスカラーは、ハーバード大学訪問研究員の表記が通常であり、応募辞理歴書にあるように訪問の字が入った、オックスフォード大学訪問上席研究員または、オックスフォード大学客員上席研究員が適切であろうとした。 これに対して、金は自身の HPE において、経歴問題に関する説明を掲載している。ありがとうございます。